聞こえますか？聞こえますか？意外とちっちゃいですね。醤油ラーメン。いただきまーす。慎吾ちゃん関係ない。慎吾ちゃん今日の予定は？今日の予定は、ないです。ないんだって。ない。私チヂミ食うから、はい、私はこっちのチヂミをね、これいただきますんでね。あれちょっと取れないけど、借りたかったら言ってください。じゃあえキャッチボールしたいっす。俺何したい？キャッチボールしたい。場所がないんだもん。だって雨降ってるからさ雨降ってんだもん。だって今日もキャンプした。今日もキャンプする。きついっす。私、ほんとは、白髪ネギが。あ、こっち。すみませんね、私はこんな時間から。あ、すみませんね。すみません。チヂミね。うん。いただきます。このチヂミ、まゆですね。なんか、まぐりました。あー、でも、いいね。チヂミの味だね、これはね。まさにチヂミの味でしたね。チヂミのような食感で、チヂミのような味で、
シンゴちゃん食べるもの、チヂミ。食べます。一口どうぞ。これ、普通のラーメン。ラーメン。もちろんあるっていう。キャッチボールしたいっすよ。キャッチボールしたいな。はい。キャッチボールしたいな、早く。不思議なこと起きたよね。そうだね、うん、見なかったんですよ。ちょっと見なかったかと思って。ちょっと不思議なこと起きたよね、今。そうですね。そうそうそう。めっちゃ食い終わってしまう。グローブ持ってきたんですか。え？グローブ。うん。まずくなんすか。僕は2000円超えますか。まあでも割り勘せるんだよ。たまにはいいよ。あ、ラーメン振っとるんでしょ。だって食べてね。雨降ってるんでしょ。まだ雨降ってるんでしょ。今もうまだ降ってるから出てないですね。え？じゃあラーメンをまだ調べたっすか。じゃあパフェは、パフェは出してじゃあ。パフェとかないだろ。食べるわけない、食べるわけない。パフェあるじゃん。パフェちょっと、パフェこんなにあるじゃん。パフェたくさんあったら食事感じますけども。食わんね。朝たくさん食ったしな。昨日と今日で。じゃあなんとか腹壊されるんだわ。折れます。なんとか。年収2000万。全然ないです。そんなになったら俺も。え？うん、2000万。ずっと旅行してますわ。サーティワンはトラミのイオンにあります。いやサーティワンはダメだよな。まだ通行されるかな。
だけど、警察来ちゃうからな。いるんですか。いや、夜までおらんでしょ。なんて言ってきてるうちには。キャンプするって言っただけでしょ。大丈夫。いや、今、だから、土砂降りついたの、慎吾ちゃんが。めっちゃ雨降ってました。慎吾ちゃんが土砂降りついた。わしは富山県警にマークされちゃった。マークされてるって言われちゃったから、あの県警の人に。初めて俺家出ちゃう。何あるの？いや、いつ帰りたいし、マジ。今すぐ帰る。いや、もうちょっと普通に今帰ってます、ね、マリオパーティーは試合は一人でやるから。マリパするんですか。マリオパーティーを一人でやる。初見プレイですけど。やってましたね、ゲーム実況。うん、録音のやつ。マリオパーティー初めてやった。わからんな、こんな天気だとどうしても。富山県ってむしろみたいな形してます。ああ、そうですね。確かに。言われてみたら。ああ。ゲームセンターは配信できないからね。マイクって光ってるか。電源が入ってるとか。ポイントクラブと言うんだけど、プリクラでもいいっすよ。え、プリクラでもいいっすよ。プリントクラブ、はい、プリントクラブ取りに行く。はい、トラブルのイオマスにここある。イオマス近い。あ、アピタ、アピタもあります。あ、アピタか。プリントクラブ、いくらさ。いや、まあ放送はできないと思うけど、UFO キャッチャーで1万円は使えない。ボーリングも配信できないんじゃないかな。ボーリング、あそこは小杉があるんですね。小杉、はい。あ、マンボーでもいいですけど。え、クアトルブームでもしかして。そうっす。うえクアトルブームは行かれてない。こっから作った。大変だね。正直、こっからマンボーもクアトルもそんなに変わんないです。クアトルの方が普通にいいと思いますよ。シンゴちゃん普段遊びに何をしてるの。俺ゲームとか、うん、アプリショー行ってダーツ。ダーツ、ダーツか。端っこは、見つかるね。ボリボリ上手くないっすよ、あれ。でもそっちのスマホの天気予報だと3時から晴れるんでしょ。そうですね。あの曇りって言われるんだよね。え、誰？犬木田がクビになったの。あ、横田、横田か。え、横田が違う話。え、この時期に消息不明になってたけど。え、なんでですか。わからんけど、全く2軍にもいないっていう。マジっすか。ちょっと見てみていいですか。横田ってあの外野手、外野手っすよね。横田慎太郎、外野手っすよね。え、あの取り組みだった。確かに行方不明であると言われてたけど、ラウンド1みたいなやつはないですね。帰るか、じゃあ。あ、ラウンド1って富山ない。田中はのぶいちかどっかになった気がするけどな。デュエット曲歌いますか、じゃあ。なんかデュエット、デュエット曲。行方不明。え？デュエットで探せばいいのでしょう、まず。ジャンルでデュエットで探せば。デュエット曲。あった。デュエット曲。いつから終わりますか。いや、もう今シーズンから最初からずっといないじゃん。
結構期待されてましたよね。そうだね。去年は開幕スタメンじゃん。あれ、開幕登録1年目の。デュエット曲どうあれ、昭和カレシスとかある？わかんないっす。多分歌えるデュエットないと思いますよ。終わったよね。静止の網がかかる。じゃあ日村さん出て歌いませんかね。壇上向けってやつ。デュエット曲、定番のデュエット曲じゃない、定番のやつ。奇跡の星。奇跡の星分かる？一番持ってます。ミスターチルドルだよね。ミスチルとか分かんないです。本人は話さない。東京ナイトクラブとか分からない。題名は知ってます。あ、本当？でも歌詞と音程は全く分からないです。フランクないと思う。ガラスの少年歌います。ガラスの少年は歌えないと思います。彼は頼んでないですね。じゃあ、ヒロシ&キーボーはいけるけど、わしが3年目の浮気わからんって、わからんって。愛がある人ってんだやつだ。じゃあ、神田川で出てくるよ。ソロでやる。ソロでそれぞれ出てくるんだ。俺も疲れたんですよ。意味ないよ。キンキで、俺キンキ、俺愛の塊と愛の塊しか歌えない。ドライブレードって、でもこれドライブレードの話の少年もちょっとほんまにそれぞれ人まで来てるから。ドライブデートをしてそれぞれ車で来てるんだよ。車大きい。すでに3時間やったんだけど、はい、3時間までやればね、十分ですね。3時間やったんですけど、すでにドライブって言ってもどこに行きますか。いやー、海洋のバークとか。海洋？海洋のバーク。あー、海洋バークか。海洋バークは雨降ってるんでしょ。雨の日にドライブですよ。黒山展望台まで行く。それぞれの車で行くの。それぞれの。それぞれの車で配信やる。そ
それが晴れるまでドライブするかみたいな。ああ、晴れるまでドライブ、ね、それが晴れるところを探しに行くかみたいな。ああ、晴れとるところ探せばありそうだけどね、屋根があってキャッチボールできるようなところってどっかないかな、ちょっとなんか思いつけないかな。はじめちょっとの家、いやまずいっす、それは今静岡なんでいません。思いつかないかな。屋根があって、もういいよ、ドラゴンズ。この中だったら経営もやってるんじゃないんだけど、富山東高校、東高校は全員できないでしょ、やれないし。あまりいいだろ。バッティングセンター高岡になります。高岡あのおとぎの森高岡までの近くです。すぐソフトバンクホークス。全員球って言ったら分かったかね。金沢大学近いかもしれない。近っ。結構何年行かなあれ。あ、でもすぐでしょ。いやー、でも行かないけど。でも金沢大学だったらキャッチボールできるよね。あそこを使える。ああ。それくらいだと思うよ。慎吾のお気に入りの店はあるんだし。お気に入りの店、お気に入りのパフェの店ないの。パフェの店、ああ、どうですかね。基本で、俺決めないんで、行くところとか全部伸ばせとるんで。なるほど、アンバ近くに。持ってるアンバあります。アンバ持ってるないです。スタバやったらトナミないっす。あれトナミない、トナミないっす。スタバ高岡にイオンとあと親指アウトレットもあります。ああ、そうか、親指にあるか。なんでトナミないんすかね。いやなんか屋根付きのところないかな。屋根付きの海洋、あ、か、あるか、待てよ、海洋丸のあれ、あれ狭いか。俺のやつの天気予報を信じて本当しかないかもしれない。椎名東橋の下っていくらっけ。ダメか、なんか雨さえかかんなければいいからな。橋の下でもいいんだけど。車の中でキャッチボールどうすか。いやお互いに車話して。ちょっと橋の家はダメだよ、ね、めちゃくちゃ遠いしようから。ユララっていうところ。ユララ、はい、ライブ後の横っす。それ温泉じゃないの。そう、この近くの温泉は、あ、ユララの上か。銀座に近い。よし、トイレ行こう。ちょっとトイレ行ってきてる。マジか。今で死に行く流れでし。え？よし、トイレ行こうっつ。
なんか大丈夫。ああ、つけてった。ズボン、ズボン、あれめっちゃ飛んでる。ホモではないっす。ズボンネットで買いました。ちょっと待って、名付け。好きな球種。好きな球種はツーシームス。好きな野球選手石川慎吾っす。パフェ頼む。パフェ、うわうわ、ああもうろくなもんないな。そう、たまにないっすね、その。ちょっと延長の仕方わかんないです。多分、狭いね、しんちゃん来ると思うんで。もう一度、タンバナナチョコっす。しかも1個。彼女いないっす。1人分頼みました。2個っすか。パンパン隣パンパン隣っす。DT かどうかはちょっとご想像で。遅いっすね。触れんすわ。女にパフェ食べました。え、パフェ食べました。え、はい、パフェ注文したの。はい、そう、パフェ注文したの。1個っす。パフェ注文したの。いや、で、その1個1杯のパフェそばならあるね。はい、あれ全部払いますよ、普通に。いや、うん、俺はまあ、おごってもらうの好きじゃないと。あれあれ、ちょっとしみちゃんパフェ食べるんですか。俺頼んだ。俺チョコバナナです。バイじゃないっす。純粋な女好きっす。
そのターンがどん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 出費がかさんでいる。生チョコ頼むか。バナナチョコ。生チョコパン。生チョコ。いや、大人のチョコパンにしよう。大人の。いや、ストロベリー。よし、ストロベリーだわし。よし、ストロベリー。ストロベリー頼むらしいです。全然出ない。全然出ないよ、モスさん。モスさん、俺の時すぐ出ましたよ。なんで？わかんないです。なんで出ない？いちごのパフェ一つお願いします。いちごのパフェ、パフェ、はいはい。なんか 何回も聞き返されたんだ。まあいいや。何回も聞き返されたな。パフェって長居する感じだ。あ、ストロベリーって言わないから嫌なのか。そういうことか。ストロベリーって言わないからか。パフェってどんな感じなの？パフェ、私よく分からんんだけど、パフェ。あんま食わんますか？あんま食わん。美味しいな。26です。26。26。いや、6歳違いって結構違うもんですよ。0歳と6歳の違いは全然。インのロケ。奈良県じゃインのロケやんないだろう。パフェやってガッと食べて。カフェって言ってわかる？ファミレスで食ったことないですね。全くないですね。あ、おごつは、こんにちはす。まあ、カフェ来たら考えよう。ちょっと小雨なんだけどな。ちょっとは小雨なってましたけどね。天気は。デートします。
あ、太鼓山ランド行く。どうすか。太鼓山ランドでアジサイ祭り。ああ。2万株のアジサイが咲いてる。話すか。でもあの意味図だけどね。太鼓山ランド地味に遠いっすね。結構遠いんだから。そうっすね。結構地味に。じゃあ遠い。熊五郎って誰ですか。いやあの沼津の人。わかんない。静岡県の。静岡県。何歳じゃん。え、何歳。何歳か知らんけど。体重が138キロ。ふざけました。怖いっす。いやだから私が過去に熊五郎さんとはですね、2回ラブコで泊まった。キャンプも2回やったっけ。キャンプ1回か。145キロになったの今。そうなんすか。本当ですか。増えて138やな。そんな増えたんですか。みんな詳しいんですか。そんな分かってんの。あーでも俺結構俺アイドル好きっすよ。麦坂とか。アイドルが好きなんですか。はい。おしみがいますね。ケーキにも。ラブホ行きましたね。あの静岡県のラブホだけど。年齢は分かんない。ちょっとあのコミュニティのところには58章書いてあったんですけど。本当かしら。そりゃ白秋がある。テニスもしましたね。まあ、晴れてたからね、あの時は。3年ほど前の、4年前かな、あれ、一緒にキャンプしたのって。そうやったから。あ、今度そうです、あ、来ました。ストロベリーチーズ元気パフェです。はい、次は自己版のパフェです。ありがとうございます。これ、これもありがとうございます。はい、携帯にラーメンの汁こぼされた。え、今これラーメンの汁なの。そうっす。あ、そうなんだ。ってラーメン以外ありえんすもん。え、いや、上から捨て込んだよ。いや、だってここになんかネギ乗ってます。あ、ラーメンか。最悪だ。拭かんでいい。拭くもんないのか。これで拭くしかない。で、なんで焼いてんラーメン。水にしてくれよ。携帯にラーメンぶちかけんなよ。マジか。きつい。え、ほんとにこれラーメンだったの。え、ラーメンか。拭いてみて色がついつくかどうか。あ、ラーメンラーメンか。お願いします。申し訳ございません。あ、やっぱラーメン。お願いします。ラーメンだった。ラーメンだった。チヂミの汁。あ、そういうことか。つけるのどっちかです。店員が拭き物持ってきた。食べよ。お、現地パイ入ってんじゃん、奥さん。しかもホームボタンの方にもろかかりましたから。いやでは、あ、そか、iPhone はあれか、防水じゃないんだよ。そうっすね。ちょっといただきます。いちご凍ってるじゃん、これ。そういうもんだよ、パフェって。いちごカッチンコッチンに凍ってるじゃん、これ。こういうもんなんですか。氷だ、氷。どう見ても氷だね、これね。溶かす必要があるんじゃないの。
でしょ。うまいっす。これチーズだっけ、確かストロベリーチーズなんて思った。大丈夫かな、豆乳病になりそう。自己好きなんだ。なんとなく、なんか一番人って書いてた。あ、うん、うまいっすね。このいちごパフェ、甘い。ああ、きれいな。本当に甘い、甘いものしか入っておらんな、これ甘いっす、ほんまに。めちゃくちゃ甘い、糖尿病になっちゃうよ、これ。どう見ても甘いな、これ。マイクエコーガンガンかけたバージョン、これやってなかった、それは忘れてました。クリーム、生クリームがすごい。エコーってどう変わるんですか。エコーかけてどうなの。違うんですか。甘い。いきますよ、いきますよ。え、エコーマックスにしましたよ、やってください。いらっしゃい。よしです。うわ、負けてんの阪神。今日試合やってんの、まず。あれ、来てないの、広島って。今日今週ですか。松田じゃない。松田スタジオ。生活がもう
ってチヂミ食ってパフェ食ってますらしい。健康診断は不安さは明日です。明日健康診断ですか？そうでしょ、毎日です。明日健康診断、はい。いいのそれ、こんな食生活で。だからほんまに不安なんすよ。糖が出る、糖が。パフェ食べたの初めてだったんだけど、分かんない、ちょっと記憶にないから食べた記憶が。子供の頃あんのかな。こっちゃいらっしゃい。若いからいいで、若い人も26だよ。明日の健康診断で尿検査ある？あります。ああ尿検査あるってさ、代わりにお茶入れとけばいい。もちろん代わりにお茶入れて、ご飯。ああ、しかも俺九州行っとって、うん、そこでも食生活まともじゃないんで。九州やっぱその寿司屋とか食ってたの？いや、違う、その九州食ったり食わんでやったんで。うん、食生いらっしゃいっす。大変やね。だからほんまに見ねえって言いました。もう食っちゃったじゃん。ちょっともう食い終わった。俺甘いが好きなんで。めっちゃ電話かってたよ。でも、まあ、もう3時前ですよ。でも無理時間はない。ああ、どうした？はいはい。ああ、わかりました。はい。あ、もしもし。あ、ちょっと今パフェ食ったらこれ食い終わってからでもいいですか？はい、わかりました。はいはい。じゃあ、満室になったら出てけって。ああ、そういうことですか。満室になったんで満室だったんで、で、うん、日曜日のこの時間で満室、うん、これパフェ食い場でも待ってくれるらしいけど、あの満室で満室の俺らが出しっていう、うん、まあ客1号だから、今日の客1号だから我々が。あ、そうですね、確かに。でもめちゃくちゃ部屋あるよね、この店。そしたら俺らは多分部屋5時間いましたね、ここで。10時から入りましたから。そうだ、ね、30部屋以上ある。まあいいわ、じゃあちょっと外見て天気見てみるわ。はい、まあ、ちょうどいいんじゃないの。ちょうどいい時間だ。うん、ラーメンの汁かけたのに店員が配慮してくれなかったのか。一言言ってくるわけね。あ、ちょっとあのラーメンの汁かけたからちょっとだけ配慮してくれませんかっつってさ。あ、それすればよかったですよ。完全忘れてました。そう、相席とかしていいの？相席気まずい。うん、待って、もう食べます。じゃあ、わしはこれゆっくり食べないと緩やかに血糖値を上げないと。カラオケって相席っていう文化ある？そういうルールあるの？カラオケって相席カラオケだから。わしはやったことないけど、別にでも面白そうだよね、それは。そうですね、うん、こんな感じになるか、多分こんな感じで、多分こんな感じになる、相席カラオケやったら。ショートメイクも。むしろそういうカラオケ専門店作ればいいんじゃない？相席専門の、うん、そういう需要があると思いますけどね。箱席カラオケはそういうとこやったら怒られるでしょ。あ、そう、知らん。カメラついてますよね。あれ、カメラついてんの？ですよね。
フレッシュあるか。あ、フレッシュで全然ついてました。キチガイ同士がだから出会うためにやるんじゃない。キチガイも出会いの場を求めてると思いますよ。キチガイ同士出会う場が欲しいと思ってると思うよ。迷惑をかけないようにね。普通のその出会いの場に行ったら迷惑かけちゃうから、はい、キチガイ同士が出会う場所を提供してあげるといいと思いますよ。やりがいになるかな。あ、これビスケット、ビスケットがある。シンゴちゃん食べるの早すぎだって。そうだよ。甘いも好きなんだけど、私も年なんかの甘いもね、6歳しか変わんないですよ。6歳だって、6歳だよ、ね、20と26って全然違うよ。あ、コーンフレークか、これ入ってんの。なんか、パリパリいってるの、ここコーンフレークなのかな。パフェ食わん方が良かったかな。こんなすぐ追い出されると思うんだもん。追い出されると思うんだけど、ゆっくりとこれね、ヒロートークでもしようと思ったのにさ、粘りますか、店員来るまで。店員でも分かってるでしょ、これパフェそうそう、パフェ頼んだ時に頼んだばっか、追い出しになりました。追い出ししてください、もう追い出し。ピカチュウは絶対怒られると思う。追加中。確かに、さっき便利行くときに結構待ってる人おったわ。あ、待ってる人ってのおばあちゃんだったね。結構カラオケ屋さんって高齢者来るんだよ。平日の昼とか多分ジジババばっかりです。確かに。カラオケ大会にやるために練習しなきゃっていう。よし、ありがとうございました。向こうは知りこぼしたね。向こうは多分何も起こってないよ。あのことについて食べ方が大型っぽくないですか。足大型結構一緒。よし、じゃあ行くか。はい、いやー、久々に来たのが腹痛い。では、放送じゃあ一回切るわ。ちょ、分からないけど、この後マジでちょっと天気次第だからね。じゃあ、ちょっと終わります。